皆さんこんにちは、りなです。はい、ということで今日はなんと1ヶ月以上ぶりのお休みです。イエーイ。もう最高、気分めっちゃ高いです。で、私最近ずっと夜寝れなくて、もう常に仕事のこと考えて寝られへんっていう状況がずっと続いてて、で、まあ休みもないわけやから、もう毎日なんか頭おかしくなりそうになりながら働いておりました。で、スリムピッタの販売も無事に終わってすぐに韓国行くって決めてたんで、韓国に来ました。私いつも韓国来たらめちゃくちゃ寝れるんですよ。で、今日は久しぶりに10時間睡眠してめちゃくちゃ気分いい。ちょっとさ、みんなに話したいことがあるんですよ。実は私 ウケんねんけど、実は私今韓国に好きな人がいるんですよね。んで、まあちょっとどうなるかわからないから、この動画がボツになるかもしれへんけど、まあなんか私の人生なんて基本ネタやし、なんか基本落ち込むことあったとしても、なんかまあこれも人生のなんか大ネタの一つやなって感じで、なんか全部ネタにしちゃうんですよね。結局忘れちゃうじゃないですか、いつか。ね、なんか昔こんなことあったよな、ははは、みたいな感じで友達と話すのがめっちゃ好きで、今日は、乙女のりなちゃんをね、みんなにお届けしたいと思います。ということで、今から準備をしていきたいと思います。皆さん、おはようございます。りなです。よいしょ。まあさ、なんかこの動画もアップするかわかんないんですよ、正直ね。いや、実は私、韓国で好きな人がおったんですよ。大人になって初めての初恋みたいな感じだったんですよ。で、10個上の人やったんですよね。で、私もめっちゃ好きで、その人のことが。すんごい真面目な人なんですよ。あれで、お仕事もすごい頑張ってる人で、私とは全然違う職業やったからこそ、めっちゃ尊敬できる部分も多くて、でも私はもうこの人がいいなって正直思っちゃったんですよね。年も10個離れてるし、国も違うからって言われて、で、なんか私はなんか曖昧な関係がめっちゃ苦手なんですよ。仕事とかでもそうやし、なんかやっぱりまだ若いから白黒はっきりつけちゃう性格なんですよね。まあこれは今後自分が年取っていく上でいろいろ勉強していくことやと思うんですけど、今はそれができへんくて、自分には。だから率直にさ、好きっていう気持ちも言っちゃうし、そう、オッパはほんまになんかめっちゃ優しい人で、いつもなんか私のことを一番に考えてくれるし、まあでも自分のね、意志も強い人なんですよ。めちゃくちゃ私と一緒で、自分が一回こうやと思ったらそう思っちゃう人やから、付き合えへんよって言われたけど、友達としてならいいよって言われて、私としてもちゃんとオッパのことを理解して、友達でいれるんやったら友達でいたいなって思って、すごく。私はなんかガードもめっちゃ硬いし、その男性に対して見る目すごい厳しい、なんていうの、女性として見られるのがすごい嫌で、なんか分かります？なんかこのお仕事してると女性として見られるのが本当に嫌になっちゃうんですよ。男女平等の社会であってほしいなって私的には思うんですよ。女性で自分で事業してるから、だから何？って感じなんですよ、私からしたら。なんかちゃんとそこは平等に見てほしくて、そうっていうのもあって、結構その男性に対しての警戒心っていうのはすごい高いんですよ、自分の中でも。そのオッパには全然そういうところがなくて、まあ結局自分が一番好きな人とは付き合われへん人生なんやなって改めて思いましたね。今までね、一番好きになった人とは付き合えない人生なんで、みんなはどうか分かんないです、人それぞれやと思うんで、ちょっと、妥協した人ぐらいがちょうどいいんやろうなって思うんですよ。正直言って、その前4年5年続いた彼とは、私が妥協してた部分が多くて、そう、私のことをなんかめっちゃ好きって言ってくれてるから、もうそれでいいかなみたいな感じが正直多かったんですよ。なんか私はなんか好きっていう感情がもうなかったんですよ。なかったし、喧嘩するたんびに別れたいって言ってたから、
まあ自分にとって必要じゃなかった人なんやなって思って、でなんか私のいいとこでもあり悪いとこでもあるんですけど、その人の気持ちにめっちゃ応えちゃう、そうなんか求められるともうめっちゃ応えちゃうタイプなんですよ。そう、そこはなんかこの今年25歳になるんですけど、なんか自分のいいとこでもあり悪いとこでもあるなってすごい思っちゃったの。なんかでも恋愛に対してなんかそのお世話したりする恋愛とかって絶対に良くないし、私は自分にも合ってないから、やっぱり私はお仕事が一番頑張りたいし、私がやってることに対して一番応援してくれる、見守ってくれるような人が一番良くて、だからなんか自分のしてることに干渉されたりするのもすごい嫌やし、ほっといてほしいタイプなんですよ。めっちゃ変わってますよね。もう恋愛向いてないんちゃうかなって思うわ仕事もそうなんですけど、なんかまあこういうさ恋愛とかも経験して自分がもっと素敵な女性になっていくんやなって思ったらもう良かったですね。今この25歳でこんな経験できてありがたいことばっかりです、私の人生で。本当はなんか人に対してそんなはっきり言うような人じゃなくて、ほんまに優しい人やから、なんか言葉とかもすっごい一つ一つ考えて選んで丁寧に話してくれるような人なんですよ。でも私が今はね白黒はっきりする性格やから言ってくれたんですよ、はっきり。でもオッパもめっちゃ心苦しかったと思う。いつかこの YouTube をオッパが見る時が来るかもしれへんけど、めっちゃいい恋愛したと思います。で今日はなんと私失恋したんで、なんかね自分の人生に頑張りたいって思った時は髪の毛バッサリ切りたいんです。ちょっと後ろ見てくれます？白の長さがこんな感じ、結構長くて今までの人生で一番長いぐらい長くて気に入ってたんです、めっちゃこの髪の毛。もうこれを機に私は仕事をめちゃくちゃ頑張るって心に決めたんで、髪の毛を切りに行きたいと思います、韓国でもうさこれもさまた私のまあいいとこでも悪いとこでもあるんですけど、もう勢いでねやっちゃうと、やっちゃう性格なんですよ。もう自分でも驚きです、今日着ると思ってなかったんでちょっと美容師さんに私が似合いそうな髪型聞いて、タンバル盛りにしたいんですけど、でなんかその2年前にカットした時は私がダイエット成功したら髪の毛切るって決めてたんですよ。ダイエットして自分に自信持てたら髪の毛切るって決めてて切りました、2年前は。でやっぱり切ったら後悔するの分かってるんですよ、うわ長い方がいいって。まあ、でも結局髪の毛なんて伸びるんで一回切りに行ってきます。こうやって私の人生をみんなに見せれるようになったっていうのがすごい楽しい。なんか前の彼はすごいなんか縛ってくるような人やって、なんか笑い方とかまでなんかその笑い方やめてほしいみたいなのとかも言われてたぐらいやって、なんか YouTube とかでも結構その自分を偽っちゃうっていうかがっつりは出せなかったんですよ。でもまあお付き合いをやめてから私は YouTube でもう素の自分でみんなと話せる、腹割って話せるようになりました、みんなに。これはほんまにそう、なんかすごい最近 YouTube 楽しくて、なんかもっと違うジャンルで皆さんに動画をお届けしたいなって思うようになってきました。まあでもなんか今日の動画はラジオ感覚で聞いてほしいなと思います。今言うなよってね。韓国で眉毛アートしてからめっちゃねメイク楽なんですよ。で前回私が行ったところが今一番お気に入りです、めちゃくちゃいい。でちょっとこんな感じでパウダー足すだけでも結構綺麗に整うんで本当におすすめです。でもねほんまになんか素敵な人、めっちゃ素敵な人でした。自分にとって必要なものを気づかせてくれるような人でしたね。しなんかもうオッパおったからめっちゃ仕事頑張れたから本当に感謝しかないです。ほんまに助けられて、オッパはねこの話知らないんですけど、皆さんにも言ってないんですけど12月めっちゃ病んでたんですよ。ご飯も食べられへんぐらい病んでたんですよっていうのがありましたね。ほんまに助けられたから感謝してます、オッパには。まあ人生経験、何でも経験よ、経験経験、これで私はもっといい女になる。基本引きずらない性格やから、なんか曖昧にされるよりもはっきり言われた方がいいんですよ。私ははっきり言われたら自分ももうもうええわってなるんでね。今日はすごくは楽にメイクしました。今日はねもう髪の毛のセットしないんですよ。で前の動画で髪の毛のセットの方法の動画アップしたんで、
髪の毛のセットの方法気になる人はそちらの動画を見ていただければなと思います。今回買ったリップがねめっちゃ可愛いねん。これエチュードハウスのリップがめっちゃ可愛い。なんか口にめっちゃ自然になじむ色で、もうなんか昔は色の濃い赤リップとかをつけてたんですけど、24歳ぐらいになってからは結構なんかシンプルな色のリップをつけるのが多くなりました。でちょっとシンプルなリップをつけて上からちょっとカラーのあるものをグラデーションして塗るみたいな感じです。はい、今日のメイク完成です。こんな感じ。もういつも超簡単にしてます。じゃあちょっと今から美容室に行ってきたいと思います。なんか本音がすごい若く感じるようになって、なんか最近は落ち着いた感じの雰囲気のところに行くのがすごい好きで、まあキョンボックンとかアングスとか、あとはオフィス街のガンファム、あとはシジョンヨの近くとかに行くのがすごい好きで、まあ自分がちょっと大人になった証拠かなとも思うんですけど、今日はちょっと2号線の近くで用事があるので本音で美容室を探してきました。うわ、よぎだ。지금카페에도착했어요너무예뻐めっちゃ美味しかった。いちじくクリームチーズ塩パンやばいぐらい美味しかった。絶対みんなにも食べに行ってほしい。もう美容室がすぐ近くにあるんで今向かってます。今日で最後の見納めロングヘアです。さよなら。リナエットのリナさんです。リナエミナ。大好き。大好き。大好き。이게뭐라고뭐라고해수제비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 